DJ Mavic 3にファームウェアアップデートが来まして、ナイトモードやクルーズコントロールモードが追加されました。はい、どうも、ソラクールです。今日は2022年11月3日木曜日になります。今日の話題なんですけども、こちらですね。まあ、DJ Mavic 3を持ってきてるんですが、まあ、こちらですね、新しいファームアップデートが来たということになります。でですね、この一つ前の動画で、まあ、DJ Mavic 3 Classic が出たという動画も上げております。そちらの方では、スペックとか価格とかをですね、話してます。この動画ですね、概要欄のトップのところに貼っておきますので、ぜひですね、そちらも合わせて見ていただければね、ありがたいです。今回ですね、新たに Mavic 3 もですね、ファームアップデートがね、来たという話をね、したいと思っております。で、その前にですね、私の方、YouTube のメンバーシップの方を開設しましたので、そちらの方の紹介をさせてください。今月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問したい&ノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースが2022年12月から始まりますドローン操縦ライセンスの教則の解説の方をしております。今第2回目の方一般公開しておりますので、ぜひですね、こちらの動画の概要欄のトップのところに貼っときますので、まあ、そちらを見ていただいて、もしですね、他の回も見たいという方がいらっしゃれば、ぜひですね、メンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加の方法なんですけども、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーシップの登録の方することができますので、お待ちしております。はい、以上ですね、メンバーシップの紹介になりました。ではですね、本題の方に行きたいと思うんですが、こちらですね、今 DJ Mavic 3を持ってきてるんですけども、新しいですね、ファームウェアのアップデートというものが来ました。でですね、一つ前の動画で、まあ、DJ Mavic 3 Classic が出て、まあ、そちらでですね、価格とかスペックとか話した動画を上げてるんですけども、まあ、そちらの方ですね、まあ、DJ Mavic 3 Classic に対応するという意味もあってですね、まあ、ファームウェアアップデートもですね、コントローラーの方には来てるんですが、こちらの方の DJ Mavic 3の方にも新たなファームウェアアップデートが来てるという形になっています。で、今回ですね、結構いろんなものがファームウェアアップデートで来ております。まあ、例えばですね、ナイトモードとか、あとですね、クルーズコントロールとか、来ておりますので、こちらですね、DJI のリリースノートが出てますので、そちらを見ながらですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思っております。はい、こちらですね、DJI Mavic 3のリリースノートということで、日付がですね、2022年11月2日に来ております。機体のファームウェアなんですけど、バージョン 01.00.0900 になります。で、それぞれの送信機なんですけども、RCN1 送信機はバージョン 04.13.0700、DJRC 送信機はバージョン 01.02.0100、DJRC Pro 送信機がバージョン 03.01.1100、で、DJI Fly のアプリはですね、iOS、Android ともにバージョン 1.8.0 ということになっております。ではですね、早速どういうものが出てきたというところを説明していきたいと思います。まずですね、機体なんですけども、こちらの方はですね、11点来ております。一つずつ説明していきたいと思います。まず一つ目なんですけども、録画モードにナイトモードを追加し、4K30fps や ISO800 から12800での撮影に対応するということですね。今回ですね、ナイトモードが追加されました。こちらですね、DJI Fly の画面から動画のところを選んでいただくと、ナイトモードというものがですね、新たに追加されているのがわかります。これがですね、今回ですね、新たに追加されたモードになっております。で、二つ目ですけども、ハイパーラプス用の出力画質設定を追加し、高画質やプレビューの選択肢から選べるようになりました。で、三つ目なんですけども、D-Log 用に ISO1600 を追加したということで、かなりですね、暗いところでもですね、D-Log が撮影できるんですね、追加されました。で、四つ目なんですけども、望遠カメラ使用時のスポットライトと POI の機能を追加して、静止した被写体の撮影に対応ということで、今回ですね、こちらのですね、望遠カメラ、テレカメラの方に、スポットライトと POI の機能をですね、さらに追加したということになっています。で、5番目としてクルーズ制御を追加したということで、こちらですね、送信機のカスタムボタンの一つをクルーズ制御に設定し、この機能を有効にできるということになります。こちらですね、カスタムボタン3つありますけども、まあ、そちらのですね、どれか1つにですね、こちらですね、クルーズ制御、こちらの方ですね、できるように追加できるようになっております。
で、こちらですね、実際ちょっと飛ばしてみないとわからないんですけども、まあそちらですね、カスタムボタンを押すことによって、ね、クルーズコントロールがね、できるようになるということみたいです。まあこれは実際ちょっと飛ばしてみてからですね、私の方もですね、検証してみたいと思っております。で、続いて6点目なんですけども、ゲイン&エキスポ微調整設定を追加したということで、最大飛行速度、ブレーキ感度などの設定を高モードごとに調整できるようになったということになります。で、続きまして7点目。ヨーロッパの C1 認証に対応ということになっています。こちらは、まあ、ヨーロッパの規格ですね、C1 のですね、認証というものがあるんですけども、こちらの方はですね、ヨーロッパの方がかなりね、喜んだ内容だと思っております。で、続きまして8点目なんですけども、これもですね、海外なんですけども、アメリカ向けリモート ID 要件に対応したということになっております。で、続きまして9点目。映像への名前の付き方を最適化し、フォーマット後に映像名はインクリメントで命名されますということになっております。で、10点目。こちらですね、修正点になるんですけども、DNG ファイルの写真で不自然な色による不具合を修正ということになっております。で、あとですね、11点目としては一部のマイナーな不具合を修正ということで、全部でですね、11点今回変更が来ております。まあ、大きいところで言うとですね、ナイトモードの追加とか、あとですね、テレレンズ、望遠レンズ使用時のスポットライト POI の機能が追加されたということとか、あとですね、クルーズ制御、クルーズコントロールがですね、追加されて、これがですね、カスタムボタンの一つでですね、設定して、この機能をですね、有効にできるようになったということになっております。はい、ということですね、期待としてはですね、以上となります。その他ですね、リモートコントローラーの方にも来ております。それぞれですね、説明したいと思います。まずですね、DJRC Pro、こちらに関しては3点あります。1点目、ローバッテリーリターントゥーホーム時のプロンプト表示後、C1 と C2 ボタンを使用して、プロントを閉じる機能を追加したということになっております。2点目、DJ Mavic 3 Classic へのサポートを追加したということになっています。で、最後、一部のマイナーな不具合を修正ということになっています。で、続きまして、RC-N1 なんですけども、こちらですね、一部のマイナーな不具合を修正ということになっています。DJRC なんですよ。こちらですね、3点あります。こちらですね、DJRC Pro と全く同じ内容になっております。ということでですね、こちらのですね、3点が DJRC もですね、同じくですね、サポートされたということになっております。はい、ということでですね、以上が DJI Mavic 3のファームウェアのですね、内容ということになっております。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、こちら DJI Mavic 3のファームウェアアップデートが来て、まあ、ナイトモードとか、クルーズ制御、クルーズコントロールとかもね、使いのになったりします。あとですね、Mavic 3の場合は、こちらですね、テレカメラの方に、スポットライトと POI の機能をですね、追加したということで、静止した被写体の撮影にですね、対応したということになっております。はい、ということでですね、今回ですね、新たにいろいろな機能が追加されました。なので、まあ、こちらですね、Mavic 3がですね、さらにね、進化したということになっています。さらにですね、こちらですね、DJI Mavic 3に関しては、こちらのカメラのセンサーがですね、3分の4 CMOS センサーということで、マイクロフォーサーズのセンサーが乗ってて、結構ですね、暗所、暗いところですね、強いですね、カメラを持ったドローンということになってますので、まあ、今回ですね、新たにナイトモードが追加して、こちらの風景とかにも、かなりね、強くなったと思われます。あとですね、ちょっとです。クルーズ制御、クルーズコントロールに関しては、これ実際ちょっと飛ばしてみてですね、まあ、どういう風な挙動をするかというところですね、これからのですね、検証ということにしたいと思っております。はい、ということですね、今日の話題はね、以上となります。このチャンネルではこのような話とか、あとドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとかをしてたりします。あと最近ではメンバーシップの方を始めました。今は2022年12月から始まります、ドローン操縦ライセンス。こちらですね、教則の解説の方をしております。もしですね、興味のある方は、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただいて手続きのほどよろしくお願いします。では次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。